ライダーご飯。はいどうも、今回は茨城県牛久市にやってきました。久々に伺うラーメンショップといえばもちろんこちらです。ラーメンショップ牛久結束店さん、行きましょう。ぶつかってきた。はい、ネギラーメンお待たせしました。
一番で。あ、確かに確かに。今回は入んないですよ。前回の。はい、というわけでいただいてきましたラーメンショップ牛久結束店さんのネギチャーシュー麺でした。まあこう久々の訪問なんですけども、相変わらずもうね、車で入った時から分かる、駐車場からしても満車で、店内も活気がある、相変わらずの人気ぶりだなと思ったんですけども、で今回の、ネギチャーシュー麺は麺固めだけど、あとは固め普通普通でいきました。でもう見た時のまず着丼時のチャーシューのもうあらブロックですね、ブロックチャーシューのインパクトでかかったと思うんですけど、もう箸で持ち上げるまでに崩れるホロホロのホロホロなもうブロックチャーシューでした。でこれねごついんですけど、油自体はね入ってないのでかなりギトギト感は全然ないです。そして以前ね油も、濃いめ油も多めにした時に結構ねギトッとするぐらい油あったんですけども、これはデフォルトだと相当サラサラしてて、要はこうデフォルトの普通と油多めの差が結構あるのかなと今日食べながら実感しました。なので非常に優しいスープ、そしてホロホロチャーシューとネギはちょっと辛さが残った感じの、しっかりした歯ごたえを残された感じのネギ、という組み合わせでした。なので、今日ちょっと別個に食べてしまったんですけど、こんだけホロホロのチャーシューだったらもうそれを崩しながらネギ麺とあえていただくとさらに美味しいんだろうなと思いながらいただきました。そして最後なんですけども、前回もねちょっと動画に出ていただいた店員さんがまた相変わらず今日もお元気でいらっしゃって、なんか本当に久々なんですけど、それがちょっと前のことのようになんか相変わらず元気で良かったなぁと、自分もなんかほっこりした一瞬でした。はい、というわけでした。ここまでご視聴ありがとうございました。ではではまた、バイバイ。